ハイランドドレスのバグパイパースポーランは、スコットランド、特にハイランド地方の伝統的な服飾品の一つであり、ポケットのないキルトにおいて、同様の役割を果たす小型のバッグ、ポーチである。比較、毛皮を用いて作成され、清掃の際には欠かせないものである。スポーランは、皮紐や鎖によって、腰から、素形部の前に吊るされるのが、伝統的なスタイルである。 キルトにはポケットが存在しないため財布の代わりとして、または小物や貴重品を収納するために用いられる。中世ヨーロッパにおいて普及したベルトポーチの一つであり、スポーラン以外はほとんどポケットにとって代わられた。スポーランはベルトのバックルより下に吊るされ、そのスタイルやデザインに合うように製作されている。キルトのバックルは非常に装飾的で、 スポーランの金属製の蓋やスキアンドと呼ばれる小型ナイフにも同様の文様、衣装がなされている。キルトをまとった清掃では欠かせないものであり、また用途によっていくつかの種類に分類される。伝統的には男性専用であったが、女性のハンドバッグとしても用いられている。車の運転やダンス、ドラムの演奏など重いポーチが邪魔になるような時は、スポーランは前面からずらされ、 よりカジュアルなポジションである腰の横に吊るされる。比較的装飾が少なく、全体が比較でできているスポーラン。2本から3本の飾り棒を持ち、表面にケルト文様が施されていることが多い。フォーマルな場では着用されない。デースポーランよりも装飾が豊富である。ビクトリア時代のものは特に装飾がきめ細かである。スターリングシルバー、または 銀でできたキャントルを持ち、バッグの表面は毛皮で覆われ、飾り棒を持つ。キャントル部分にはケルト文様の装飾が施される。また、宝石類で装飾されたり、セントアンドリューやアザミなどのスコットランドに関係するエンブレムが描かれることもある。アナグマやキツネなどといった哺乳類の毛皮から作られるスポーランで、蓋の部分が動物の頭となっている。 非常に大きなスポーラン。主に軍隊やバグパイプの奏者が着用する。スポーランは動物の比較から制作されており、その所持及び輸出入は動物の保護を目的とした規制により制限されており、寄生動物の比較などを使用したスポーランの所持には許可が必要となっている。BBC は二千七年にスポーランの着用にはライセンスが必要と題した記事を掲載したが、 多くのスポーランは、規制対象の動物を用いておらず、必ずしもライセンスが必要というわけではない。スパレンズ、スコティッシュ・トルテンス・オーソリティ、2015年7月16日、閲覧。ニコラス・ J ・フィデス・キルツ・タータン・メイド・イージー。2015年7月16日、閲覧。ホルマル・パイプ・バンド・ドレス・インストラクション。2006年11月23日、閲覧。 スパレンウェアヤーズメイニードライセンス。BBC ニュース。2007年6月25日閲覧。EU ローンスコッツスパレン。デイリーエクスプレス。2015年7月16日閲覧。ザットルースビハインドザミスオブザスパレンライセンス。2007年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月23日閲覧。ありがとうございます。